同じシボレーでこれだけ違うっていうところもすごい面白いですね。皆さんこんにちは、人生俺ゴブレだヒロイだ。はい、今回の動画はこちら、レゴスピードチャンピオンシボレーコルベット C8R レースカー&1968シボレーコルベットの続きになります。前回の動画でこちらの C8R を組み立てました。今回の動画はこちらの1968シボレーコルベットを組み立てます。はい、 C8R レースカーの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは1968シボレーコルベットを組み立てます。はい、すべて完成しました。今まで組み立ててきたレゴスピードチャンピオンの中でワインレッドカラーは初めてなので、めちゃくちゃかっこいいです。はい、では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみにシールの枚数は全部で17枚です。ではシールを貼って完成させます。せーので、完成。1969シボレーコルベットです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で40分で、シール貼りは10分かかったので、全部で50分で完成しました。先ほども言ったんですけど、車体がワインレッドカラーでめちゃくちゃかっこいいです。はい、まずはドライバーのミニフィグから見ましょう。全体をぐるっと見ますと、このようになってます。今回はレーシングスーツじゃなくてジャケットになってます。そしてヘルメットパーツがありますので、このように付け替えることができます。ちなみに裏面はこのようになっています。では続いてはこちらの1969シボレーコルベットを見ましょう。僕は1960年代の車を作ったのはこれが初めてです。見た目が昔の車って感じがしますね。はい、では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ちなみに今回シールは一部透明になっていますので、ワインレッドカラーがはっきりと見えます。フロントライトやグリル周りはこのようになっていて、今回がっつり全てシールで再現されています。はい、側面から見るとこのようになっていて、今回ホイールが変わっているデザインになっています。はい、そしてボンネット部分はこのようになっています。はい、そして裏側はこのようになっていて、バックライトは赤いクリアパーツで再現されていて、コルベットのロゴとプレートはシールで再現されています。タイヤが付いてますので、このように転がし走行で遊べれます。では操縦席部分を見ましょう。はい、操縦席はこのようになっていて、ちょっと見えづらいんですけど、操縦席は結構シンプルな作りになっています。一応ハンドブレーキ的な造形はあります。ではミニフィグを乗せます。ちなみにこちらは最大2人まで乗せることができます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。はい、そしてこちら、前回作ったシボレー C8 レースカーと並べるとこんな感じです。いや、やっぱ2台並べたらめちゃくちゃかっこいいですね。ワインレッドとダークグレーのカラーがめちゃくちゃかっこいいです。同じシボレーでこれだけ違うっていうところもすごい面白いですね。では最後にいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃーん。シボレーカマロと並べるとこんな感じです。なんか色的にワインレッドとブルーがあるので、なんかすごいかっこいいですね。はいはい、では続いてはこちら、じゃーん。かなり前に作った1970フェラーリと並べるとこんな感じです。こっちが1960年製で、こっちが1970年製なので、結構時代を感じますね。ちなみに大きさについては全長ほぼ一緒です。高さは今回作ったシボレーの方がちょっとだけ高いです。はい、レゴスピードチャンピオン1969シボレー
レーコルベットはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオン1969シボレーコルベットを組み立ててレビューしていました。まずこちらのシボレーコルベットのカラーリングがワインレッドになっていてすごいかっこいいと思いました。古い年代の車の造形もしっかり再現されているところがとてもいいと思いました。そして前回作った C8R レースカーと並べると色的にすごく似合いますので、これも素晴らしいと思いました。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。